それではまず自己紹介をしていただけるでしょうか。はい、私鈴木智子と言います。現在は保険会社で働きながら社会保険労務士の資格試験に今回2回目で合格をしました。保険会社でお仕事ってことですから、はい、社会保険労務士試験、はい、目指す理由っていうのはその辺との関係でしょうか。そうですね、保険会社は結構幅広い仕事をする形になるんですけれど、はい、その中でたくさん社員もいるので、はい、何かしら自分の得意分野を身につけていきたいなっていうふうに考えて、それで直接その年金だったりだとか少し関連する分野がある社会保険労務士の試験を受けることにしました。あ、そうですか。はい、勉強時間の捻出っていうのもかなり難しかったんじゃないですか。はい、そうですね、目標としては朝早く起きて1時間夜帰って1時間っていうような形で、はい、当初目標立ててたんですけれど、はい、やっぱりなかなか朝の勉強がそんなにスムーズにはいかなくって、ただあと営業の仕事をしているもので、はい、移動時間が結構多かったものですから、その移動時間はずっとテキストを読むっていうようなことを心がけて勉強時間をどうにか作っていたような形ですね。でもそうしますと1日あたりの勉強時間っていうのはそのことは多くなかった。はい、そうですね、直前期になりましたらさすがにいよいよまずいぞっていう形になってきて、はい、仕事をちょっと早めに切り上げるような工夫をしたりして、図書館にとかカフェで3時間ぐらい勉強したりっていうことをしていたんですけれど、あとは直前10日間ぐらいはもう夏季休暇を利用して実家に帰ってもうずっと勉強だけをするっていうような10日間を過ごしたんですけれど、それでかなり学力伸びたかなっていうような感じがありますね。本当最後の追い込みみたいに。そうですね、もう本当にそれのおかげだったような気がします。はい、じゃあそこまでに関して言えば、はい、ある意味もうできる範囲の時間の中での勉強、はい、そうですね、そんな形でしたね。はい、で、教材たくさんあったかと思うんですけども、はい、その辺のところは、はい、試験までにこう全てちゃんと勉強ができましたか。はい、実は全てができたわけではなくって、最後の方でちょっと例えば労働一般とかは、はい、ちょっともう全てさらう時間がなかったので、特に出題歴が多い、はい、分野にちょっと絞って勉強するような形で、行いましたね。はい、そうしますとなかなか時間を作るのも大変だったってことで、はい、受験勉強をしていく中でのさまざまな苦労があったかと思うんですけれども、はいはい、どのような苦労があったのかっていうことをちょっとお聞かせいただけないでしょうか。そうですね、やはり2回目の今年受験だったっていうこともあって、はい、昨年度ある程度勉強したからっていうような少しちょっとこう余裕で構えてしまっているところもあって、その直前気になるまで、はい、例えば7月上旬ぐらいに受けた模試で E 判定だったりだとか、はい、あと2週間ぐらい前に受けたフォーサイトの模試も択一が37点ぐらいしか取れていなかったりして、はい、直前期にも本当に焦ってしまったんですけれど、はい、そこからは、苦労というよりはもう追い込むしかないっていうことで、はい、かえって集中できたような、その時の焦りは大きかったんですけれど、かえって集中できたような気がします。逆に空回りにはならなかったんですね。そうですね、案外冷静にこう、毎日計画を立て直して、どこをやったら一番合格に近づけるかっていうところの戦略を練りながら勉強したっていうのはありますね。計画を練り直しっていう話ですけども、はい、最初の頃にはこう長いスパンでの計画とかは立てたんですか。はい、立てました。道場破りを利用して、はい、一応年間のスケジュールだったりっていうのは立てていたんですけれど、どうしてもやっぱりそれ通りにちょっとこなせないところが多くって、でも直前期は自分でもう計画を立て直すっていうような感じでやっていましたね。都度都度修正っていうのは必要になってきますからね。そうですね、ただ良かったのはその1年目は全科目を何でしょう、労働の最初の方だけをすごく重点的に勉強してしまって、はい、例えば年金系とかに全く時間が割けなかった状況だったんですけれど、はい、2年目は一応その反省を生かして、まんべんなくは取り組んだ上で最後弱いところを補強するっていうような勉強ができたのは良かったなと思っています。
弱いところというのは例えば具体的な科目とかありますか？私は年金系の科目がすごく苦手で、なかなか最後の最後まで苦手意識が取れなかったんですけれど、でも逆に得意な科目をもう満点を取るようなつもりでちょっと集中的に勉強して、年金科目は基本的なところを抑えるっていう風にちょっと工夫して勉強してましたね。それで最後になりますけれども、はい、これから、社労試験の合格を目指して勉強される方に一つメッセージをいただけるでしょうか？はい、社会保険労務士試験科目も多くてですね、すごく大変なところもあると思うんですけれど、やはり一番重要なのは最後の最後まで諦めないことだなというふうに思っています。私自身も本試験の前日のもう夜11時ぐらいまで予想問題を解いていたりしたんですけれど、それがあって、合格できたなと思っておりますので、皆さん後悔がないように最後の最後まで頑張っていただけたらなと思います。